MHC クラス2分子は、樹状細胞、単核鈍色細胞、一部の内皮細胞、胸腺上皮細胞、B 細胞などのプロフェッショナルな抗原定時細胞にのみ、通常を見られる主要組織的合遺伝子複合体分子のクラスである。これらの細胞は、免疫応答を開始する上で重要な役割を果たしている。MHC クラス2分子によって提示される抗原は、 細胞外タンパク質に由来する MHC クラス2分子のローディングは食作用によって行われる。細胞外タンパク質はエンドサイトシスにより抗原定時細胞に取り込まれリソソームにより消化されその結果生じるエピトープ性ペプチド断片は細胞表面へ移動する前に MHC クラス2分子にロードされる。人では MHC クラス2タンパク質複合体は、ヒト白血球型抗原遺伝子複合体によって、コードされている。MHC クラス2に対応する HLA は、HLADP、HLADM、HLADOA、h l, h l, h l a d o b HLADRAGONQUEST、および HLADR である。HLA 遺伝子複合体の変異は、MHC クラス2血損傷の一種である。 裸リンパ球症候群を引き起こす可能性がある。MHC クラス I 分子と同様に MHC クラス II 分子もヘテロに両体であるが、この場合は α 差及び β 差という2つの均質なペプチドから構成されており、いずれも MHC に行動されている。α1、α2 などのサブドメインは HLA 遺伝子内の別個のドメインを指し、各ドメインは通常、 遺伝子内の異なるエクソンによってコードされており、一部の遺伝子はリーダー配列、膜貫通配列などをコードする、さらなるドメインを持っている。これらの分子は、細胞外領域だけでなく、膜貫通配列及び細胞質微分の両方を持っている。α1 差領域と β1 差領域が一体になって、膜炎一ペプチド結合ドメインを形成し、 鎖の残りの細胞外部分であるアルファ2領域とベータ2領域がマクキンイ免疫グロブリン様ドメインを形成している。抗原やペプチドが結合する抗原結合口は2つのアルファヘリックス壁とベータシートから構成されている。MHC クラス I 分子の抗原結合口は両端で閉じているのに対し、MHC クラス2分子の対応する溝は両端で開いているので、 提示される抗原は長く、一般的には15から24アミノ酸残器の間の長さである。これらの分子は、プロフェッショナルな免疫抗原提示細胞上で、構成的に発現しているが、インターフェロンガンマによって他の細胞上に誘導されることもある。これらは、強線の上皮細胞や、末梢の APC で発現している。MHC クラス2の発現は、 MHC クラス2トランス活性化因子であるチータによって APC 上で密接に制御されている。チータはプロフェッショナルな APC のみで発現しているが、プロフェッショナルではない APC でもチータ活性や MHC クラス2発現を調節することができる。前述のようにインターフェロンガンマはチータの発現を誘発し、また MHC クラス2陰性細胞である球を その表面に MHC クラス2を発現する機能的な APC に変換する役割を担っている。MHC クラス2はグループ3の自然リンパ球にも発現している。MHC クラス2分子が安定して結合した適切なペプチドを提示することは全体的な免疫機能に不可欠である。MHC クラス2分子は細胞外タンパク質をロードしているため、 主に細胞外病原体の提示に関係している。MHC クラス2分子は主に T ヘルパー細胞のような免疫細胞と相互作用する。提示されたペプチドは T 細胞がどのように感染に応答するかを調節する。安定したペプチド結合は MHC 分子に確実に付着しないと起こる可能性のあるペプチドの脱離や分解を防ぐために不可欠である。 これは抗原の T 細胞認識、T 細胞動員、及び適切な免疫応答を妨げる。誘発された適切な免疫応答は、食細胞の動員による局所的な炎症及び主張を起こす場合もあれば、B 細胞の活性化による本格的な抗体免疫応答につながる場合もある。小胞体での MHC クラス2分子の合成中にアルファー差とベータ差が産生され、 不変差として知られる特殊なポリペプチドと複合体を形成する。素面小胞体内に存在する新生 MHC クラス2分子は、そのペプチド結合口が不変差によって閉塞され、細胞性ペプチドや内因性経路からのペプチドが結合できないようになっている。不変差はまた MHC クラス2分子を小胞体からゴルジ体へ輸送し、次に エンドサイトーシスされた分解タンパク質を含む高期エンドソームと融合させる。その後、不変さはカテプシンと呼ばれるプロテアージェによって段階的に分解され、クリップとして知られる小さな断片のみが残り、これは MHC 分子上のペプチド結合項の閉塞を維持する。MHC クラス2に類似した構造体である HLADM はクリップの除去を容易にし、 より高い神話性を持つペプチドの結合を可能にする。そして安定した MHC クラス2分子が細胞表面に提示される。MHC クラス2複合体が合成され APC 上に提示された後 APC による細胞膜の内部移行のためいつまでも細胞表面に発現することはできなくなる。一部の細胞では抗原は 初期エンドソームにある間にリサイクルされた MHC クラス2分子に結合するが、樹状細胞のような他の細胞では、受容体を介したエンドサイトーシスで抗原を内在化し、新しい MHC クラス2複合体の構成とは、独立したエンドソームマイナスリソソーム抗原勝利区画で MHC クラス2分子トペプチドを生成する。これらのことから抗原が内在化された後、 成熟樹状細胞上にすでに存在する MHC クラス2複合体がリサイクルされ、新しい MHC クラス2分子とペプチドに発達することが示唆される。MHCI とは異なり、MHC2 は細胞内ではなく、細胞外の病原体を提示するためのものである。さらに、最初のステップは、食作用によって病原体を獲得することである。 その後、病原体はリソソームで分解され、所毛の成分が獲得され、MHC2 分子にロードされる。次に、MHC2 分子が表面に移動し、ヘルパー T 細胞に抗原を提示する。MHC2 分子は、細胞外の病原体に対応するために、他の細胞を誘導する、サイトカインなどの物質を放出するヘルパー T 細胞を活性化する。 関与する分子この経路にはいくつかの分子が関与している。経路 PIK3R2 と PIP5K1A はホスファジジ類のルをリン酸化する2つのキナーゼで PSD4 に GTP ローディング機能のための機質を提供する。PSD4 はグアニンヌクレオチド交換因子としてアルル 14ARF7 に GTP をロードする。その後、 ARF7EP はマヨネーズ1位、e、と相互作用しマヨネーズ1位、e、は自身をアクチンスジ繊維に結合させる。この複合体は未成熟な受状細胞内で MHC クラス2分子をロードした症法を維持し細胞膜への移動を阻害することに寄与している。未成熟受状細胞の中で MHC2 の分布がどのように制御されているかを示す経路。 裸リンパ急症候群とも呼ばれる MHC クラス2欠損症の一つのタイプは MHC クラス2遺伝子の発現を調節する転写因子をードする遺伝子の変異による疾患である。これは CD8 細胞と B 細胞の両方が正常レベルで存在していても CD4T 細胞と一部の免疫グロブリンのアイソタイプの枯渇をもたらす。欠損した。 MHC クラス2分子は T 細胞に抗原を提示することができず、T 細胞を適切に活性化することができない。すると、T 細胞は増殖できなくなり、通常は免疫反応に参加するサイトカインを分泌する。MHC クラス2分子の欠損は T 細胞の活性化と増殖に影響を与えるだけで、なく B 細胞を含む、 免疫応答カスケードの残りの部分にも影響を与える。そのため、このように T 細胞の数が減少した状態では T 細胞が相互作用して B 細胞を活性化することができなくなる。通常、B 細胞が活性化されると B 細胞は分裂、増殖、分化するが、その中には抗体を産生する役割を担う 形質細胞への分化も含まれている。しかし、MHC クラス2分子の欠乏があると、B 細胞が活性化されず、形質細胞に分化できないため、期待通りの働きができない抗体が欠乏する。現在の治療法は骨髄移植しかないが、これでも病気を治すことはできず、ほとんどの患者は10歳を過ぎても生きていない。MHC クラス2遺伝子と分子は、 様々な疾患に関連しており、そのうちの一つが、I 型糖尿病である。HLA クラス2遺伝子は、I 型糖尿病の遺伝リスクに関連する最も重要な遺伝子で、遺伝率の約40から50%を占めている。これらの遺伝子のうち、MHC クラス2分子へのペプチド結合に影響を与える遺伝子の対立遺伝子が、I 型糖尿病のリスクに、 最も影響を与えるようである。リスクを高める特定の対立遺伝子多けが同定されている。また、この疾患に対する抵抗性を示すものもある。ありがとうございます。